そして山瀬がティーバッティングを、阿部コーチそれから大久保コーチ見つめる中で続けています。このかなり体重心を低く落として打つこのティーバッティングは、あの2軍の練習でも当時阿部2軍監督がよく課してましたけども、かなりきつそうですよね。まあね、これはもう下半身重視ですから、何を意識して打つかですよ。選手は何を意識しなければいけませんか、はい、これはもう膝の柔軟性ですよね。膝の柔軟性、はい、特に前足のステップする方の足のやっぱり柔軟性っていうのがやっぱりないと、結局は打席の中でも抜かれたボールとかちょっと外目のボールとかっていうその難しいところを打つに特にやっぱり必要ですよね、こう柔軟性がね。だからこの使い方っていうものを体に覚えさせないと、いざとなるときにやっぱり出ないんですよ。あって膝がうまく使えないですよね。そうなんですか、はい、山瀬にとっては左足、はい、前に出す足の柔軟性、うん、もう どのバッターでもそうですよね、はい、やっぱその方がやっぱ対応能力は大きくっていうかね、うん、なりますので、最後振り切るという阿部ヘッドの声がありましたが、そこで静止してるんですよね。まあ、一つはもう体力強化っていうのも ね、はい、これはあると思いますしね、特に若い子は、はい、さあ山瀬がバッティングケージに入りました。まあ、先ほど篠塚さんからもキャッチャー2割7、8分ぐらい、うん、申しろの話でね、出ましたけど、やはりキャッチャーも打てるキャッチャーというのは非常に魅力ですからね。まずはリードかとは思いますが、去年2軍で54試合に出て2割5分6厘という結果を残しました山瀬。1軍でも6月交流戦の西武戦で、まあ、初スタメンマスクもかぶりました。こちらは1軍での数字ということになります。山瀬がさらにバッティングで結果を残せるようにするにはどんなところになるでしょうね。難しい質問しないでください、いやいやいや、キャンプの時期ですから。ぜひ、まあ、確率、まあ、こう見るとね、やっぱり2軍の選手はね、やっぱり確率悪いですよね、このフリーバッティングの、うん、その内容自体も、内容自体がね、うん、そうですか。まあ、この辺はやっぱりファームだからといって、やっぱりそれ以上もっともっとやっぱり自分でどういうボールでもある程度こういい打球っていうかね、ものを打っていくような率を上げていかないといけないですよね、この、なるほど、特に練習ではね。あ、まあ、練習でも本当に確実にできなければやっぱ試合にも、まあ、それも当然ですよ ね。やっぱり自信も出てこないと思うんですよ ね。 そうですね、やっぱり練習でそこそこであればやっぱり試合はそうはいい結果出ないですよね。そうですか、うん、同じようにこう T やるにしてもやっぱりしっかりと、まあ、どのくらい T 打つかは分かりませんけど、自分で大体持って投げるボールって、投げてくれるボールって大体5球じゃないですか、5球なんですよね、はい、手に収まるのがね、はい、だそれをしっかり自分の思ってるところにこう打っていく、また思ってる打球を飛ばす、うん、思ってるところに当てられるっていう、まあ、これはもう T は T でも 100% できなきゃいけないですよ、5球ですから。5球。ああ、なるほど。まあ、5球だ。そうですね、はい。はい、これはもうここでやらない、できない限りはもうフリーバッティングでやっぱり確率は落ちますよね。そうですね。
だからどんどん確率は落ちていくんですよ。ティーが100でフリーバッティングがまあ 60% だったら、はい、試合になったら 20-30% しかそれができないということですよね。なるほど、確かにそうですね。で加えても相手ピッチャーがもうタイプがもうバラバラなわけですよね。そうなんですよ、試合になればね、はい、まあ、フリーはねもう打ってくださいってこう投げてくれるし、だそれをやっぱり自由に自分の思うようにやっぱり打てるようにならないとやっぱり試合ではやっぱり率は上がらないですよね。そうですね。ああそうですよ、このフリーバッティングは本当自分の思い通りに打てなければいけない、まあ、それがそうやっていかないとやっぱり楽しくないと思いますよね。楽しくない、そうですね。ただ投げてきたものを振るじゃなく、はい、やっぱり投げる前にやっぱりどこに打とうとかっていうね、そういうものを決めてそっち方向に、それがヒット云々にならなくても、そっち方向に打球が飛ばせるようになれば、うん、やっぱり自信つくわけですよ。そうですね、うん、自分でこう操れている。そうです、そうです、うん、その域にまでまず行かなければいけないわけですね。まあ、そうですね、まあ、安定するにはね、とかく我々見ているそのあの人間からしますと、どのぐらい飛んだとかどのぐらい柵を越えたとかっていうところが一つの評価基準になったりするんですけれども、まあ、そういうものではないわけですもんね。そうですね。